これは今から10年前、俺が中学生だった頃のことだ。俺は名門空手道場で将来を期待される実力者だった。同年代は愚か、年上にも敵はなく、県内最強を自負していた。そこへあいつはやってきた。マガハラテスミ君7歳だ。みんな仲良くな。かわいさよ、虚空を見てにやつくな。話を続けるぞ。奴は開口一番こう言った。テスミは何で遊んでもすぐに壊してしまうけ、なるべく壊さんように気をつけます。そりゃすごい。ダイゴ、あの子の面倒を見てやれ。デスボートやら実力を見てやる。一発撃ってこい。撃つってあれ、パンチ。ああ、そうだ。ごめんね、痛かったやろ。なかなかいい政権だが俺には効かんな。